突撃レムだよ。ゲレーキーマリサーだぜ。あーかゆいかゆい。どうやら虫に刺されちゃったみたいだわ。あーかゆいよー。なんだよレイム、かゆいかゆいって、書くと余計にかゆくなるぞ。ちょっと聞いてよマリサ、虫に刺されたところがものすごくかゆいのよ。これはきっとめちゃくちゃでっかい蚊に刺されたんだと思うわ。一体何に刺されたのかしら？どれどれ、ちょっと見せてみろ。おお、見事に腫れているな。これはもしかして、ブヨに噛まれたんじゃないのか？え？ブヨ？何それ？めちゃくちゃ大きい蚊の仲間みたいな虫なのかしら？なんだレイム、ブヨを知らないのか？ブヨの恐ろしさを知らないと、毎年夏は必ずかゆさにもだえ苦しむことになるぞ。毎年かゆさにもだえ苦しむ？一体ブヨって何なの？一体どんな虫なの？どうしてこんなにかゆくなるの？今回はそのブヨについて教えてちょうだい。ブヨはあまり知られていない生き物の一つだ。みんなにブヨの危険性を知ってもらうためにも、今回はこの生物の生態について詳しく解説していくぜ。お願いします。それでそれで、ブヨって一体何なの？なんでこんなにかゆいの？まあまあちょっと待て、まずはブヨという虫の生態について解説していくぜ。ああ、かゆいかゆい。かゆいんだから早く教えてちょうだい。ブヨは人などの哺乳類や鳥類から吸血する衛生害虫だぜ。衛生害虫？迷惑な害虫だったのね。ブヨは正式名称はブユと言って関東ではブヨ、関西ではブトと呼ばれているんだ。ブユ？ブヨ？ブト？正式な名前はブリュだけど、地域によって呼び方が違うのね。成虫はイエバエの4分の1の小ささで、体は透明の羽に黒く丸まった体をしていることが多いぜ。イエバエの4分の 1？ そのイエバエって一体何なの？イエバエとは、人の家の中などでよく発生する、みんながよく知るハエのことだ。ああ、あのハエのこと？あれはイエバエっていうのね。それじゃあブヨはハエの4分の1ぐらいの大きさってこと？そうだぜ、結構小さいだろ。小さいっていうか、本当に大きいかっていう感じかしら。ブヨはだいたい3ミリから5ミリくらいの大きさだな。蚊の大きさは15ミリ以下と言われているから、ブヨは蚊よりも小さいんだぜ。こんなにかゆいのに蚊より小さいのね。恐るべき虫だわ。その他に何か特徴はないの？ブユの天敵はトンボなどで、日本では約60種ほどが生息しており、主に見られるアシマダラブユは全国各地に、キアシオウブユは北海道本州九州に分布しているぜ。基本的に日本全国各地にいろんな種類が生息していて、天敵はトンボなのね。春に羽化した成虫は交尾の後、水中や水際に卵塊を産みつけ、卵は10日ほどで孵化するぜ。春に羽化してその後すぐに卵を産んで、10日で孵化するなんて結構早いペースで繁殖していくわね。幼虫は渓流の岩の表面や水草に吸着し、3から4週間で口から糸を吐いてそのまま水中でサナギになるんだ。その後1週間で羽化するぞ。基本的に幼虫時代は水の中で過ごすのね。成虫になると基本的に積雪時を除き一年中活動するが、春から夏にかけて特に活発に活動して、夏場は気温の低い朝夕に発生し、昼間はあまり活動しないんだ。ただし曇りや雨など湿気が高く日射や気温が低い時は時間に関係なく活動するぜ。やっぱり春や夏など気温が高くなってくる暑い時期や、ムシムシする暑い時期に活発に活動するのね。それじゃあ真夏の山や川遊びの時は、特に気をつけないといけないわね。それじゃあブヨに噛まれると一体どんな症状があるのかしら？ブヨは人の皮膚を噛みちぎって吸血するから、噛まれると赤い出血点や流血水ぶくれが現れるぜ。吸血する時に唾液腺から麻酔のような物質を注入するため、吸血直後はそれほど痒みを感じなくても、翌日以降に症状が出ることがあるんだ。なんでって？皮膚を噛みちぎる？と麻酔がかかってなかったら相当痛いでしょうね。でももしかしたらその麻酔のような物質が体に良くない物質のような気がするわ。霊夢は察しがいいな。ブヨが吸血するときに注入する麻酔のような物質は毒素で、吸血されるときはそれほど痒みは感じなくても時間が経ってくると患部が通常の2から3倍ほどに赤く腫れ上がり激しい痒みに襲われるぜ。それじゃあ噛まれると血は出るしすごく痒くなるしものすごく腫れるというわけね。小さいくせにものすごく迷惑な虫ね。体質によってはアレルギー性の強い腫れや痒みを引き起こして、場合によっては1ヶ月以上続くことがあるんだ。さらに慢性湿疹となると完治まで2年かかることもあるらしいぞ。ただ刺されたらめちゃくちゃ痒いってことだけじゃなくて、しっかりとした病気の原因にもなってしまうのね。小さい虫だからってバカにできないわね。さらにブユに何箇所も吸血された場合、リンパ肝炎やリンパ節炎を併発したり、呼吸困難などに陥ることもあるんだ。
ハエよりも小さい虫なのに、呼吸困難にまでなったりするなんて、相当な数に噛まれないとそうはならないかもしれないけど、そういうリスクがある虫だっていうのは意外だったわ。もちろん症状の出方には個人差があるだろうけどな。でも強いアレルギー反応が出ることも珍しいことじゃないみたいだから、そういった知識を持っておくのは重要だぜ。それで実際に噛まれると一体どれほどのかゆさなのかしら？私はそのかゆさを体験しているけれど、視聴者のみんなはわかりにくいと思うわ。そうだな、蚊による虫刺されの症状は通常数時間程度で治るものなんだが、一方ブリュによるかゆみや腫れの症状は時間とともに徐々に強くなってくるのが特徴なんだ。時間の経過とともにどんどん強くなってくるの？それじゃあかゆさに耐えるのはなかなか苦痛ね。人によってはアレルギー反応で噛まれた箇所が大きく腫れ上がることもあるし、むしろかゆいを通り越して痛いぐらいだぜ。私なんかかゆいからかきすぎて、皮がむけて血が出てきて痛いけど、それでもかゆいのが治らないから、さらにかいてさらに血が出てきて、またかいてしまっているわ。しっかりと悪循環に陥ってるな。あんまりかきすぎるとさらに悪化してしまうからかかない方がいいぞ。でも我慢できないのよ。かゆくてかゆくてたまらないの。一体どうしてこんなにかゆくなってしまうのよ。ブヨワカと違って皮膚を噛み切るからかなり痛いはずなんだが、実は事前に麻酔成分を塗りつけてから噛むから、傷の大きさの割にはほとんど痛みを感じることはないんだぜ。皮膚を噛みちぎることを相手に気づかせないようにするための麻酔だから、相当強力な麻酔成分だぜ。その麻酔成分が毒素で、かゆみや腫れの原因になるのよね。蚊にしろ、ブヨにしろ、あるいはヒルなどにしても、吸血動物はその唾液中に血液に対する抗凝固物質を含んでいるんだ。血液に対する抗凝固物質？それは一体どんな働きをする物質なの？吸血動物が血管を破壊または戦死して吸血すると、血管外に出た血液は凝固を始めるから、血液は固体へと変化してしまうんだ。これを防ぐために吸血動物の唾液中には、凝固を阻止する抗凝固物質が含まれているんだぜ。なるほど、血液が固まっちゃったら吸えないし、もしかしたら虫のお腹の中で固まって動けなくなってしまうかもしれないものね。さらにブヨに刺された後の症状が、蚊と比べてなぜこれほど違うのかというと、唾液にムカデやスズメバチと同じような酵素毒が含まれているからなんだぜ。たとえ少量であってもこの毒素によって傷口が腫れ上がってしまうんだ。ムカデやスズメバチと同じ？思った以上に危険な毒素なのね。そしてブヨは皮膚を食い破り、組織を破壊して出血させるから、人の肉眼でもわかるほど大きく深い噛み傷が残るぜ。この傷から毒素が体の奥へと浸透していってしまうんだよ。ブヨが本当に厄介な虫だっていうのはわかったわ。それで、この強烈なかゆさはその毒素によるものなの？そうだぜ、噛まれた後のかゆみは、この時注入された唾液に対するアレルギー反応と毒素の浸透によって起こるんだ。ブヨの毒素は遅延型のアレルギー反応を引き起こすから、噛まれた直後はそれほど強く反応しないが、数時間から2から3日後に強い反応が出てくるんだぜ。それじゃあ気づかないうちに噛まれていたっていうことね。お前はすでに丸んでいる状態ってわけか。お前はすでに丸んでいる状態ってなんだよ。それでかゆいからって書いたりしちゃいけないの？かゆみが強いからって傷口を変えたりしてしまうとかえって毒素が広がってしまって、傷口の周囲ばかりではなくリンパ節などにも腫れが拡大してしまうんだぜ。つまり毒が広がってしまうということね。傷口が広がることでその他のバイ菌なども、入りやすくなってしまうから書きすぎて傷口を広げることはおすすめはしないぜ。それじゃあブヨって一体どんなところにいるの？山の中とか森の中だったらどんなところにいるのかしら？さっき、ブヨは水辺に卵を産むと言ったが、成虫になっても水辺から離れることはないぜ。水辺の岩や種などに卵を産んで、成虫になるまでは水の中で過ごしているから、成虫になっても水のあるところからは離れたりはしないのね。地元最強って感じかしら？田舎のヤンキーとかじゃないけれど、卵から生まれて幼虫時代をずっと水の中で過ごしているから、水のあるところの方が安心なのかもしれないな。やっぱり生まれてから大人になるまで育った環境からは、できるだけ離れたくはないわよね。ブヨの幼虫は特に澄んだ水を好み汚れた水の中で生きられないんだ。水質の指標昆虫に指定されるほどの虫で、ブヨがいる場所はそれだけ清潔な環境であると見られているんだぜ。なるほどね。澄んだ水の中でしか生きられないなんて結構デリケートな生き物なのかもね。さらに冬の水質の良い良好な環境による水辺から離れて活動することができないんだ。だから、大都市や工業地帯などでは生育することができなくて、都市部の住宅地でブヨに噛まれるということはほとんどないぜ。ブヨに噛まれたくなかったら都会にいればいいわね。
確かに都会に入ればブヨに噛まれることはないだろうが、そんな夏休みが楽しいか？楽しくないです。山や川は釣りに行ったりキャンプに行ったり楽しいことがたくさんあるだろう？行きたいでも、かゆいのはいやー一体どうすればブヨ対策できるの？よし、それじゃあ次はブヨ対策について話していこう。ブヨ対策するにはブヨに近づかないことが重要だ。そのためにはブヨが多くいる場所を知る必要があるぜ。ブヨが多くいる場所？水があるところってさっき言ってたよね。実はブヨは真夏は暑さを避けて朝夕の比較的涼しい時間帯に活発になり、吸血鬼のイメージ通り実はブヨは太陽が苦手なんだ。本当は夜行性なのかしら？いや夜行性ではないから曇りや雨の日ならば日中ずっと活動してるぜ。ただ太陽が苦手というわけね。それで近づかないためにはどうしたらいいの？ブヨに刺されないようにするためには長袖長ズボンなどなるべく肌の露出を避け、汗をこまめに拭くなどして匂いを消し、なるべくブヨに存在を気づかれないようにする方がいいぜ。なるほど、やっぱり体温や汗の匂いなど嗅ぎつけて飛んでくるわけね。さらに太陽の光が当たるような明るい場所や、明るい色が苦手なんだ。だから赤や黄色など明るい色の服装をすることでブヨ除けになるぜ。太陽の光が苦手なのは、明るい色が苦手ということなのか。明るい色の服装でブヨ除けになるんなら簡単ね。これから山に行くときはド派手な服装で行くことにするわ。ド派手である必要はないが、明るい服装なら大丈夫だぜ。暑いとどうしても長袖長ズボンなんて着たくないと思うけど、汗をこまめに拭いたりすることも忘れるなよ。そういえば冬は水辺に卵を産んで水辺で生活するって言っていたけど、それなら水辺に近づかないようにするだけでもブヨと距離を置くことができるんじゃないかしら？それを言ったら元も子もない話だがその通りで、ブヨは綺麗な水の中でしか生きられないし、流れの緩やかな水辺などに卵を産み落として、成虫になるまでの期間を水の中で過ごすから、水辺から離れること自体ほとんどないんだぜ。それじゃあそもそも水のあるところに近づかないっていうことが一番いいわね。水遊びが嫌いな人はそれでいいけど、霊夢はどうなんだ？暑い夏の時期はやっぱり水遊びがしたいわよ。それじゃあブヨに刺されることも覚悟しないといけないな。長袖長ズボンに明るい服装で汗はこまめに拭くんだぞ。楽しい思いをするにはそれなりの代償が必要ってことなのかしら。それじゃあ次はブヨに噛まれたらどうすればいいのか教えてよ。かゆくても噛いちゃいけない。噛まれないようにするためには水辺に行くななんて辛すぎるわ。別に水辺に行くななんて言ってないけどな。ブヨに噛まれてしまったら、どんなにかゆくても噛かないようにして、ステロイド系のかゆみ止めを塗ることが有効だ。だが、ステロイド剤はかゆみに対してとても有効なんだが、強い副作用を示す場合もあるから使用の際には注意が必要だぜ。お薬には副作用がつきものよね。薬を塗る以外には何かないのかしら？少し裏技的な方法だが、ブヨに噛まれた傷口を温めることで、痛みやかゆみを軽減することが可能だぜ。え？温めるだけでいいの？温めるだけといってもちゃんとポイントがあって、43度以上の熱湯でないといけないんだ。ブヨの唾液に含まれる毒素は43度以上の熱で中和することができるんだが、中途半端に温めるだけだとかえって血行が良くなってしまって、毒素の浸透が拡大してかゆみが増していくぜ。なるほど、43度以上か、ちょっと熱いお風呂ぐらいかしら。そうだな、ちょっと熱いお風呂ぐらいの温度だ。傷口に熱々の蒸しタオルを乗せたり熱めのお湯をシャワーなどでかけて温めることで、浸透した毒素が変性して中和することができるんだ。なるほど、薬を使わないで毒を中和させることができるなんてなんだかすごいわね。お家に帰ったら試してみようっと。ブヨに噛まれて放っておくと、患部が水ぶくれになることもあるし、すぐに治る場合は問題ないが同じ場所に何度もできてしまう場合は要注意だ。水ぶくれの元で患部が可能して、結節性湿疹を引き起こすかもしれないんだ。結節性湿疹を引き起こすと完治が難しく、何年も腫れが引かないということになってしまうんだぜ。小さい虫の毒なのに、なかなか厄介ね。もしもブヨアレルギーを持っている人がブヨに刺されたら、重症化してしまって1ヶ月経っても、かゆみや腫れが引かないというケースもあるんだ。そのまま放っておくとリンパ肝炎やリンパ節炎を引き起こす恐れがあって、中には呼吸困難に陥ってしまう場合もあるぜ。たかが虫刺されなのに、命の危険まである場合もあるのね。ブヨに噛まれていいことなんて何もないわ。さて今回はブヨについての解説だったが、どうだ霊夢？そろそろかゆみは引いてきたか？全然引かないわ。帰りに薬局でかゆみ止めを買ってみることにしようかしら。ブヨは日本中のあちこちにいる虫だから、私たちの生活から切り離すことは難しいが、
綺麗な水の中でしか生きられないし、ブヨがいる水辺は綺麗な水の証でもあるんだ。なるほどね。つまりブヨがいるところの水は安全な水っていうことかしら。みんなはブヨを見たことがあるかしら？意見や感想があったら、ぜひコメントで教えてね。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もしてくれると嬉しいぜ。最後までご視聴ありがとうございました。